はい、じゃあね、才能のない人の稼ぐ方法についてお話ししましょうか才能がない人ってねまああの例えて言うと 100m をね10秒で走る才能ってのはまあほとんどの人がないと思うんですよでも 100m を歩いて 100m 先まで行くんだったら誰でも行けると思うんですよね歩けば行けると思いますただし10秒は才能が必要です早く行こうとすると才能が必要なんですよ でもただ行くだけだったらただ金持ちになるだけだったら多分才能いらないんですよねだから稼ぐって言ってもねそんな1年間とかね3年間で1億円稼ごうと思ったらこれはねうん、なんか才能とかタイミングとかいろんな要素必要なんでしょうけどもだけども別に1億じゃなくても毎月3万とか5万稼ぐだけだったらこのゆっくりとしたペースで稼ぐんだったら別に才能いらないでしょうねうん。 だから1 0 0ルを歩いて向こうまで行きますかって聞かれてると同じでさすがにまあ足を痛めていてね松葉杖とか車椅子に乗ってるってことだとまあそれでも行けるかっていうところですよねだから1 0 0ル先に向かう意思があればゆっくりでもたどり着くんですよでも1 0 0ル先に稼ぐ結果があるのになんかねいやーなんか お金お金の人生ってよくないと思うんですみたいなねそうかと思うんですよねお金お金の人生って言い出したのは誰なんだよみたいなねしかもお金がある程度稼げるようになったら金金ってなんかならなくなると思うんですよねまさにお金がないからお金に苦しめられてお金に悩んでるんじゃないかなと思うんですよだからね妙なところでね自己肯定感が出てきてそれがへりクスになってで結局殻に閉じこもって 去っていくってていいく感じじゃないですか,か少なくとも別に月収100万というね目標を持ってもいいんですけども月収100万に行く途中の月収10万っていうポジションでいたいんだったらまず10万円を当たり前に稼げるなる自分になることじゃないかなと思いますし10万円も稼げないんだったら毎月1万円を稼げる自分になることかなと思いますし毎月1万が稼げないっていうんだったら毎月1,000円でから稼げる自分になることじゃないですかね。毎月1000円 毎月3万5万毎月10万毎月100万全てのコースねお伝えすることができますんでその一つに億万長者合宿っていうのがあって才能がない方はこれから始めましょうとでできるようになったら才能がその分ついてきますから今度はその才能と今までの経験を生かして新しいフェーズにトライすればいいんじゃないかなっていう、まあ、単純な図式なんですけどもねなんなんですかね稼ぎたいって言って近づいてきて稼ぐのだけが全てじゃないとか言ってね 稼げないうちに言っちゃダメですよと。稼げるようになってから分かるんですよ。あ,あお金を稼ぐって全部の問題解決するわけじゃないんだなと。むしろ、お金じゃ解決できないことがはっきり分かるという立ち位置になるんじゃないですかね。じゃあ、次行ってみましょうか。いってらっしゃい。